この前は浜松鉄道はちっちゃい幼稚園生とずっと話しっぱなしでずっと入ってそうですね。何撮ってんの？あ、後ろの車窓を。前から見るなったら本当いいんですが、後ろから見るのはあまり前と比べるとあまり良くない。いやいや、運転手さんに邪魔になっちゃうから。あ、そこは、そうですか。後ろで。はい、わかりました。ありがとうございます。やっぱ前からなんだよね。ですよね。そのパウダースーパーとかそういうのは取りやすいんですよ。ああ、うんうん、まあまあ取った取った。自分とやしか来たんですけど。ああ。じゃあ明日来られるんですよ。ああ、そうなの、ね。先々週もやっぱ豊橋の方がいい、やっぱその浜松鉄道乗った時に、ああ、うん。僕あの路面電車好きなんですよなんて。あ、そうですか。あの写真いっぱい見せてくれた。いっぱいっていいよね。あ、はい、東武鉄道しかないね。自分も名鉄とか豊橋鉄道だしな。お客様は前より車両の一番前のドアをご利用ください。お客様にお願いいたします。発車間際の駆け込み乗車は大変危険です。お呼びいただきますようご協力をお願いいたします。携帯電話のご使用はマナーモードに切り替えるなど周りのお客様のご迷惑とならないようお願いいたします。車内で迷惑行為を受けたり見かけられた時は運転手の方が検査した場合は要請または電車が引かれるようにしてください。ただ緊急通知の場合には車内の一通り通行では非常ボタンを押して乗務員にお知らせください。発表や他の方の危険な方運転されている方や
本当あれなんですけど、なんか、他の有名な実況者さんみたいに、なんか、旅行しとるのに、なんか、なんかですか、旅行しとるとこ、なんか写真、動画撮って、なんか実況とかしたりするとか。恥ずかしくて、そういう、言葉出てこないし。まあ、よくスーツさんがすごいなと思うんですよ。いつも最近見てて、あ、昨日、一昨日ぐらいかな、一緒にいた、トコ鉄の地元に。あ、そうですか。ちょっと、仕事も、ちょっと急用になっちゃったし、あ、もう忘れるたびに寝てるので。そう。で、リフレッシュして、また一からスタートで今思ってるんだけど、あ、今めちゃめちゃよ、今汗なくてもいいかなっていう、大阪の人にやつを、あの、入手
の瞬間でもご覧いただけます。今回のやつは、あ、そうですね。中野原鉄道も始めてたし、軽井鉄道も始めてたし、養老鉄道も、近鉄で、福原大御所と、今までは始めたし、連結も始めてたし、今回も始めたのは、近鉄も始めた。それくらいか、あとは、
自分も最近よく、なんか、どこか忘れてるんですよね。気づいたらなんかポケットなんか入ってたとか、そういうのがよくあるんですよ。どいて、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 どもう少しください。整理券をお取りください。お降りのお客様は、前降り車両の一番前のドアをご利用ください。この列車は、通電車の松坂行きワンマン列車です。ありがとうございます。一番前のドアをご利用ください。
ドア付近のナスが点灯しましたら、開けるのボタンを押してください。もしかしたら明日、一気に行ったら会えたいかもしれません。
さんのペースに生まれたと思ってて、はい。
駅の係員にお渡しいただくか、駅備え付けの運賃箱においでください。